こんにちは。 NHK をぶっ壊すというね、フレーズがだいぶ流行ってるみたいなんですけども、まあ政党の意向はともあれですね、私はね NHK に受信料を引き落としで払ってるんですよ。それはね、私 NHK の番組結構好きなんですよね。で、NHK の番組って言っても全部見てるわけじゃなくて、大河ドラマも見ないですし、なんかね、トーク番組もあんまり見なくて、私が好きなのは NHK 教育とかね、それから災害時のチャンネルとか、あとはたまにやるアニメとかですね、ああいうのは好きですね。それからね、昔の話なんですけども、大草原の小さな家も確か NHK が放送したと思うんですよ。だから私はそういうものを見させていただいているというところで、まあ毎月1300円ぐらい、2ヶ月に1回2000何百円ですよ。あれは別に払おうかなと思うんですよ。ただね、やっぱりここで誤解してほしくないのは、私は払ってます。自分の意思で。でも、意思にそぐわずに払わされてる人がいるってのも忘れてはいけないのかなと思うんですよ。もちろんね、見てるのに払わない根拠を並べ立てるのは良くないですよ。商品を受け取って、サービスを受け取って、電波を受け取ってるのにお金を払わないってのはこれは良くないです。で、これに対しては、NHK から国民を守る党の立花代表もそういうことを進めてるんじゃないよということなんですよ。ここで法律の定義を見てみると、法律上はね、放送法の中にはテレビをね設置したら必ず NHK と契約してくださいねっていうその義務は課せられてるんですよ。だからこれは契約をしなければなりません。そしてそこに正し書きがあります。電波の受信を目的としなければこの限りではない。要するにテレビは買ったんだけどもビデオを見るだけだよとかね、受信しないよってことだったら別に払わなくていいんですよ。だから NHK の番組を見ないという宣言ができるんだったら、でそれが本当だったら別に証明する必要はないんですけども、私は NHK は全然見ないんですと。民放しか見てないんで NHK の受信料払いませんっていうふうに拒否することができるんですよ。そしてですね、ちょっと複雑なのは、法律上は放送法では、テレビを買ったらね、受信設備ワンセグもそうですし、車のカーナビもそうなんですけども、 NHK とこれはね一世帯で一つの契約をしなさいよってことは決められてるんですけども、ただね、お金を払いなさいって契約はないんですよ。お金を払うか払わないかっていうのは我々が選ぶことができます。 NHK と国家のね、 NHK と契約者の関係においていくら払うのかっていう話なんですよ。だって考えてみてくださいよ。このね、法的拘束力を持って NHK の受信料を絶対に払えってことになると何が起きるかっていうと、 NHK の受信料がね、月に1300円前後だから、いやいやでも払える金額じゃないですか。でもこれがね、毎月50万になったら払えます。しかもそれが法律で決められたら。だからこういうことを避けるためにこういうね、複雑な法律にせざるを得なかったんですよ。要するにね、 NHK とは国の責任でもって国民の皆さん、テレビを買ったら契約してくださいねと。ただし受信する目的じゃないんだったらいいよということで、契約の義務はあるんです。一定の拘束力を持ちます。ただね、NHK にお金を払うかどうかは NHK と話し合って決めればいいじゃないですかっていうふうに、国の方の責任外なんですよ。法的拘束力はないんですよ。だからお金を払う必要ははっきり言ってないですし、不服とするんだったら私は妥当なのがこの金額だと思いますよっていうふうに交渉することもまだできるんですよね。そういうことを考えると、じゃあね、毎月1300円前後は高いなと、とてもこれほどのお金を払うようなサービスを受け取ってないよってことでしたら、支払いを拒否したり減額を要求することができるというふうに解釈できるんですよね。だって考えてみてくださいよ。Amazon プライムとか Netflix とかね、Hulu とかいろいろとコンテンツをインターネットで配信している有料サイトありますよね。どこが一番高いですかってことになって比較すると、やっぱり NHK ってちょっと割高なんですよね。ただ私は NHK 個人的に好きなんで別に全然問題ないんですけども、それが NHK の受信料が10倍になっても私全然払う覚悟があるんですよ。楽しいからね。ただやっぱり NHK さんは放送してない時間もあるじゃないですか。24時間やってるわけじゃないんで、だからすごくね、ロスなんですよ。だって Amazon プライムって、私ね、男塾をこの2日間ずっと見てましたけども、24時間見れるわけですよ。深夜でも早朝でも。それに対して例えばね、2000円3000円だったら私は安いと思いますよ。でも NHK の番組っていうのはお客様のための放送と言いながら、深夜起きて昼寝る人のためには NHK って作られてないんですよ。だって深夜3時に起きて朝5時ぐらいまで活動時間がある人がテレビ NHK 見ようかなと思ったら、受信料払ってるのに NHK のサービスが送られてこないってことになるじゃないですか。だから公平性はないと思いますね。公平性を担保するんだったら24時間の放送を最低するべきだと思いますし、そのぐらいまでして今の時代に合わせていく。インターネットのテレビ番組っていうのは24時間見れるわけですから、そのレベルまでやっぱりするべきかなと私は思うんですけどね。さあ、そんな感じですね、NHK に対して別に恨みはないですし、職員さん頑張ってらっしゃる方もいると思いますしね。私は別に NHK に集金が来てもどうぞどうぞどうぞって感じで招き入れて速稼塾に入れるみたいなね、コースを取りますけどもまあ入った人もいますけどもね。まあそういう感じでね、
別に NHK に恨みはないですし、結構好きな番組もあるんで、私は進んで払う方ですけども、ただね、意にそぐわない形で払ってる方に対しては正しい知識を身につけて、これは払わなくてもいいんだと。で、自分が NHK を見てないってことが本当にね、自分の心に正直見てないんだったら、それは支払いの義務はなくて、脅されて払うみたいなね、そんな強盗みたいなねことをする必要もないですし、そもそもね、 NHK さんから請求される金額っていうのが妥当かどうかっていうのは、これはね、疑問ですよね。だからいきなり滞納金額がありますって言われても、じゃあどういう根拠に基づいての滞納金額なのかってことがやっぱり分かんないんですよ。設置日とか確認してるわけじゃないのに、設置日から逆算して、いくらいくらですよってなるわけじゃないですか。だからそこに対してはきちんと、これから NHK から国民を守る党さんがね、いろいろと事例を作ってくれて、特に国会議員が代表ですからね、こんなに力強いことはないと思うんで、私は別にNHK から国民を守る党に、協力することは今のところないと思いますけども、ただ密かに応援したいなと思うのは、このね、よくわかんない、雲に包まれたような体制をキリッとしていただくっていうところに対しては、これは私はね、応援したいと思います。で、NHK がなくなるんだったらなくなってもいいと思いますけども、私はまあやっぱり NHK のね、教育とかが見れなくなるのは残念だなと思いますけども、まあなければないでね、別に世界中にいろんなインターネットのチャンネルあるんで、 NHK 以上の放送なんてのはいくらでもありますんでね。そう言われてみれば、電気には変わりがちょっとあんまり見つからないんだけども、 NHK の放送に対しては結構ね、変わりがあるんで、あ、もう時代遅れになってきたのかなと思いますよね。そういう意味で NHK の放送を見たい方、私みたいに既得でね、 NHK が好きだから不思議の海のナディアの最終回とか見たいと、感動するとか、あんなねことがある人は別に見りゃいいんじゃないかなと思うんですよ。まあ今やってないですね、不思議の海のナディアはね。またなんか面白いね、未来少年コナンとかやってくんないですかね、キャプテンフューチャーとかね。なんかね、 NHK のやっぱアニメって面白いんですよね。なんかね、面白いんで、別に月に30分でいいんで、アニメが30分やってれば、私はね、これ毎月1300円払うんで私好みの番組が一つでもあれば全然払いますんでね、やっていただきたいかなと思います。そういう私みたいな変な人にはスクランブル放送で送ってくればいいじゃないですかだってね、 Amazon プライムですら、 Hulu ですら、契約者にしか電波を送らないわけじゃないですかだからね、ちょっとね、 NHK さんみたいに強制的に商品を送りつけといて、それで、買ったことにしてお金を徴収するっていうのはちょっとやりすぎじゃないかなっていうふうにやっぱり感じますね。はい、 NHK をぶっ壊すみたいなね、放送結構 YouTube で見てて、面白いんで、皆さんもね、見てみるといいんじゃないかなと思います。今なんかマツコさんと揉めてるみたいですけどね、マツコさんと揉めてるというよりもマツコさんが一方的に悪いですね、今回はね。ああいうこと言っちゃダメですよ、ああいうこと言ったらダメ、さすがに弱者を叩いちゃダメですよ。もうね、マツコさんもね、人を叩きながらあの地位に来たんで、調子に乗っちゃったんですかね。やっぱり良くないですね、国民の大多数を敵に回すってのは。ファンによって成り立ってる方なんで、そのファンをけなしちゃダメかなと思いますよね。はい、では失礼します。